こんにちは。来季から FC 東京に加入することが決まりました、昌平高校の荒井優太です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを FC 東京という素晴らしいクラブでスタートできること、大変嬉しく思っています。今まで自分を支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、全力でプレーし、サポーターから愛されるような選手になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。鹿島アントラーズに内定しました昌平高校の筑井圭介です。本日は自分たちのために会見に来ていただきありがとうございます。いち早く鹿島アントラーズの力になれるよう頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。自分のどんなところを見てほしいのか教えてください。そうですね、自分の特徴は、ドリブルからのチャンスメイクだったり体の強さなので、そのサイドでボールを持った時のドリブルだったり、 あとゴールやアシストっていうところでも見てほしいなと思ってます。もちろん自分のプレーの特徴を見てほしいですけど、アントラーズは上昇軍団って言われているので、自分も勝ちにこだわる姿勢っていうのを見てほしいと思います。今後サッカー選手として最終的にどんなサッカー選手になりたいのか教えてください。はい、まずはFC 東京の試合に出てしっかり結果を残してから、将来は海外でサッカーしたいと思ってます。自分はまず鹿島アントラーズでスタメンに定着して、リーグ戦やカップ戦でしっかりタイトルを取っていけるような選手になっていきたいです。負けないように笑顔を見よう、もっと